皆さん、こんにちは。マスワークスアプリケーションエンジニアの福地です。この動画では、3D 仮想環境で EV 車両の走行をシミュレーションし、モーター出力や、ガソリンで走行する車両にとっての燃費に相当する電費計算について計算する方法を紹介します。まず、早速最終結果から見てみましょう。3D シミュレーション環境において、車両が走行している様子をご覧いただけるかと思います。右側にはその時の計算結果がグラフで表示されています。上から実車速と目標車速、それらの誤差、アクセル回路、モーター出力、モータートルク、電費がご覧いただけます。電費はキロメーターパーキロワットアワーですので、値が大きいほど良い、つまり少ない電力で長く走れるということを表しています。車両が走行している様子が見えるので、シミュレーション結果が理解しやすいですよね。では、実際にどうやってこれらを実現するか見ていきましょう。こちらがシミュレーションのアウトラインになります。まず、シーンを作成します。続いて、加減速のタイミングや走行ルートなど、車両の動きであるシナリオを定義いたします。最後に、作成したシーンとシナリオで車両モデルを実行してシミュレーションを実施します。これらの中で、それぞれ、シーン作成にはロードランナー、シナリオ作成にはロードランナーシナリオ、そして、シミュレーションにはシムリンクをご活用いただけます。では早速 CE の作成から見ていきましょう。CE の作成にはロードランナーがお使いいただけます。このようにですね、マウスクリックで直感的に道路を作りいただくことが可能です。基本的な操作としては、マウスのクリックやドラッグアンドドロップで道を作成していただくことができるように設計されております。ご覧いただいている通り、レーンマーキングの調整や、その編集。また、こちらもレーンマーキングを配置しておりますが、それらのかすり具合などもドラッグアンドドロップで設定していただくことが可能です。また、障害物の配置も、クリックで実施していただくことが可能になっております。このような形でシーンを作り込んでいただくことが可能です。さらに、道路勾配やたわみについても直感的に設定いただくことができます。当然、平坦な道よりも勾配がある方が燃費や電費は悪くなりそうですよね。実際に定量的な数値としてこれらの勾配を C に設定し検証することが可能です。実際の道路環境を実現されたい方もいらっしゃるかと思います。ロードランナーは前輪様の地図データを読み込んで道路の自動作成が可能です。この機能を使うためにはいつもナビのライセンスが別途必要になりますが、簡単に実際の道路を再現することができます。実際に再現している様子を見ていただきましょう。まず、緯度と経度を指定します。そして、ダウンロードしますと、道のデータが読み込まれて、あとはビルドボタンを押すだけで、道を作成いただくことができます。今回はある日本の山道を再現しました。車両をドラッグ&ドロップで配置しまして、実際にどのような山道かを見ていきたいと思います。こちらはその山道を、下っている様子ですね。このような形で簡単に日本の道路を再現することができます。では、シーンが完成しましたら、続いてシナリオ作成です。ロードランナーシナリオでは、シーン作成と同じように、ドラッグアンドドロップやマウスクリックでシナリオを作成していただくことが可能です。このような形で軌跡を定義したりだとか、あとは動きですね、加減速の部分をロジックエディターで設定していただくことができるようになっております。左から右にですね、アクションが実行されていきますので、非常に直感的で分かりやすいインターフェースになっております。設定した変数は、マトラボやシムリンクからアクセス可能です。ご覧いただいているような複雑なシナリオをお作りいただくことができます。シナリオが完成しましたら、最後にシミュレーションを実施します。こちらはパワートレインブロックセットやビークルダイナミクスブロックセット内に用意されている例題です。左から目標差速が入力させ、ドライバーモデル、
コントローラーを経て EV の車両モデルが計算されます。この中でモーター出力や電費も計算されます。こういった一連のシミュレーション環境がすでに用意されていますので、皆様はすぐシミュレーションを開始いただけます。こちらのブロックにロードランナーからの車速入力と計算結果のロードランナーへの出力ブロックを追加すると、ロードランナー上で車両走行に従ったシナリオ実施が可能です。パワートレインブロックセットやベイクルダイナミクスブロックセットをお持ちでない方は、ジャンビー様で公開されている車両モデルを使用いただくことも可能です。ステアリング系が含まれていないため、横方向の運動シミュレーションはできませんが、電費計算のスタートポイントとしてお使いいただけるかと思います。では最後にもう一度、設計したシーン、シナリオでのシミュレーション結果を見てみましょう。左側は平坦な道、右側は山道を走行しています。やはり山道の方がモーター出力に対して車速が上がりきらずに、結果として燃費が悪くなっている様子が確認できます。この燃費の値が、横に比べてみますと、やはり山道の方が悪くなっているということが、平坦な道の方が良いということが確認いただけるかと思います。またアクセル回路もですね、こちら、同じ目標車速ですが、山道の方が大きく開いているということが分かります。他にも検証したいシーンを皆様ご自身の手で設定いただくことが可能です。この動画では、3D 仮想環境でシーン、シナリオ設計の後、EV 車両の走行をシミュレーションし、モーター出力や燃費計算を実施する方法を紹介しました。他にも皆様のお役に立つ情報を概要欄に掲載しておりますので、ぜひリンクをワンクリックいただければと思います。